こんにちは、男組ファンの皆様、こんにちは。ロスジェネ世代、そして就職氷河期、いわゆるアラフィフ世代の皆さん、50歳になりました、速稼塾の久保でございます。今日ですね、男組の公式サイト男組1988の通販で商品注文したのがね、届きました。総額にして32,000円ぐらいだったんですけども、ちょっとね、惜しげもなく買ってみました。まあといって、待ちに待った男組のグッズなんで全然惜しくないんですけどね。もっとグッズがたくさんあったらもっと買ったかもしれませんけど、とりあえず第1弾、この箱の中に入ってきました。じゃあ一つずつね、開けながら紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、ノーカットでいきますので、多少なんかあれですよね、もどかしいかもしれませんけど、ご容赦くださいませ。箱の中いっぱいに入ってます。こんな感じですね。はい、まずはですね、こう注文書があるんですけども、男組のトートバッグが来てますね。これは上の方にチャックがついてると思うんですよ。ちょっと開けてみましょうか。どうせ開けますんで。でね、もう今の時代、感染症対策にマイバッグはスーパーに行くの必須ですよね。当時10代の青春を送っていた少年少女も、今は立派なお父さんお母さんで50代になってると思いますんで、スーパーに行く時に袋をこうやって持っていくと思います。まあ当時みたいにね、頭を突っ張らかしてとか、カバンをぺったんこにしてとかないと思いますんで。あ、チャックこういう風に、あ、マチがしっかり入ってますね。こう、これが男組のこのトートバッグで、これでこうね、ショッピングしてると向こうの方から、あ、男組ファンがいるみたいな感じでね、チラチラ見てもらえると思いますんで、男組ファンみたいな感じでね、仲良くなっていただければと思います。そういう人と人をつなぐパズルのような、この男組トートバッグが3000円ぐらいだったと思います。ちょっと値段忘れましたけども、確かね、トートバッグ赤3,200円ですね。うん、まあ3,200円、男組に払ったと思えば全然惜しくないです。29年間待ちましたからね。はい、じゃあこれをお買い物の時使わせてもらいます。街がね、結構でかいですよ。ほら、だから牛乳とかペットボトルとかしっかりと縦に入れることができるんではなかろうかと思います。次、やっぱね、男組といえばタオルですよ。もう開けちゃいますから、バーン、男組タオル、これいいですね。これ私はね、使うというよりも、コンサートに行ってこうやって振るというよりもね、壁に貼ろうかと思ってるんですよ。ちなみにコンサート行くとき、こうやってね、タオル振っちゃダメですよ。後ろの人が迷惑になりますんで、胸のカサカサでこうやるのが、まあ本当のファンというものらしいです。ね、知ったかぶりしてすいません。でもなんかこう、男組って今更ですけども、かっこいいですね、このね、4文字ね。まるでメンバー4人を表しているかのようです。うん。男組。戦う男を呼ぶって書きますよね。次はね、私の大好きなアルバム、I'm waiting for you から帽子ですね。まあ夏用なんでメッシュになってますけども、このサイズが心配なんですよ。私の頭はバカでかいんで、通常62をかぶってます。これはおそらく目いっぱい広げても58までだと思うんですよ。だから私かぶったら似合わないと思います。すいません。あ、案外かぶれる。頭のでかい私でも、60がギリギリ入る私でも、後ろを2つ閉じた状態で、どうです、変じゃないでしょ。変ですかね。いやでもこれで被らせてくださいよ。 I'm waiting for you、 お前を待っていたんだ。あ、厚紙が中に入ってます。厚紙中取っちゃいますね。やっぱね、 I'm waiting for you が男組のスタート、新しいスタートというふうにね、私は捉えてるんですけど、いかがでしょうか。もうあのアルバム何枚聞いたか分かんないで、アルバム3枚持ってます、なぜか同じの。やったね、よくこれを選んでくれました。 I'm waiting for you、 4枚目のアルバムでございます。じゃあ次はこの空気が入れた、これは違うな。はい、あ、これいきましょうか。ロックバンドといえば、これ何でしょうか。リストバンドのでかいやつ。小さいやつは多分女性版だと思うんですよ。まあ男はね、でかいやつちょっとコストがかさみますけども、買いましょう。これね、今の時代こんなことやってたら笑われます。これはね、1980年代、言って90年代までの、まあ、ブームだったんですよ。私が当時、大学の軽音楽部いましたけど、その時はまだね、腕にしてるやついました。ちょっと半笑いで見てましたけどね。どうですか。
なんかあの頃青春が戻ってきたような気がしますね。黒地にゴールド男組、これを腕にして歩いてると向こうの方から、あら男組のファンだ、仲良くなろうかしら、みたいなね、出会いが生まれるかもしれませんね。当時10代の頃はとっても恥ずかしがりだった男の子女の子も、今ではね、恥も外聞も捨て去った50代です。簡単に声かけられます。仲良しになってください。男組で花を咲かしてください。あとはね、 T シャツがありますね。それからこれはバンダナです。これ8000円です。これがこのバンダナはケースがあるんですけども、まあ、出しちゃいましょうか。まあ、多分ね、ケースとかすぐね、土地捨てると思いますので、私のことだから。こんな感じでね、裏がこうやってテープで止まってますんで、これを剥がします。剥がれない、なかなか剥がれないっていうことは、このシールが剥がれたやつはなんかね、キャンセル品だということが一目瞭然でございます。ハサミ持ってきたんで、ハサミで開けましょうかね。いいですね、こうやって男組グッズってね、当時は買えなかったんで、本当生涯初めて買いましたよ。はい、で8000円のバンダナ、バンダナじゃなくてこれはね、あれね、ストゥールですね。すいません、バンダナっていうのは当時の言い方ですよ。ストゥールです。男組のロゴマークが入ってますね。 OG と OOOG とね。で、こういったグレーのラインが入っていて、とってもおしゃれ。でかい、すごいでかい、ブワーンと、こんな感じですね。これをですね、今こんなジャージですけども、 T シャツにジャケットパッとやって、スツールをこうやってね、巻く。そうするとほのかにあったかいし、まあなんかね、ネットワークビジネスの講師みたいな感じがするでしょ。そんなことありません、男組ファンです。今の時代、この2022年を過ぎてね、こういうスツールしてるやつなんて男組のファンしかいないじゃないですか。しかもこれワンカラーですから、すぐ分かります。遠くから見ても、あれスツールしてるよ、男組じゃん、あれ、遠くから分かりますね。すぐに仲良しで、すぐバンドなんで組んじゃってください。全員成田昌司です。イエイイエイってのも古いですね。乗ってるかーい。はい、すいません。じゃあね、 T シャツです。 T シャツはね、様々なタイプが出てますけども、まずはね、白地にピンクのパズル、これをサイズ L で買いました。これはね、夏用に買ったんですよ。春から夏、暖かくなってきたら着ようかなと思ってこれを買いました。もう早速開けちゃいます。保存用じゃない、もう着る用ですから。ほら、パズルの柄が出ていて、これも遠くからね、見たら男組ファンじゃんってすぐ分かります。恥ずかしい人はね、背中恥ずかしくありません。後ろにもね、男組1988、いや2023、来年のロゴが入ってますね。で、来年は男組解散ですから、まあ、年が明けて春夏あたりこれを着てると、あ、もうすぐ男組解散するんだなと、しみじみとした眼差しを背中に感じるはずです。表を向くとパズル、やっぱいい曲ですね。いや、いい曲だ本当にね。男組って、あのドタバタの解散劇ですら、男組というバンドの男たちのストーリーの一部にしてしまいましたね、うん、すごい。次です、黒い T シャツ。これはね、もうこのシーズン、11月、12月に着ようかと思います。ちょっと開けてみますね。この黒地の白の T シャツも、いっぱい種類が出てるんですけども、あの、男組のね、曲の、ほら、タイトルが書いてるでしょ？私の一番大好きな、と言ってもいいぐらいの大好きな、マイライフ。男組の曲の中で、多分ね、10代の頃に一番最後に聴いた曲ですね。マイライフ。すいません。で、エンジェルもなかなかいい曲ね。その他、ティアーズ、クロッシングハート。クロッシングハートはね、心の底から力が湧き上がってくるような、そんな曲でした。はい、そしてバックプリントもちゃんとありますよ。ランランアウェイキーズキャリオンヨーヨーね、何でもこう読むと歌詞が浮かんできますね。Stay with me, ne ne ne, never say goodbye. Under the odato, it's Rosalina. Leave me alone, just leave me alone. I can't happy together, jam.
いい曲ばっかりじゃないですか、なんか今思えば。私が癖だものがね、悪いみたいな感じがしてきましたね。ほんとすみません。はい、じゃあね、紹介のコーナーもいよいよ最後の一着になってきました。これはね、T シャツの中でもメモリアルです。実は保存用にと思ったんで開けたくないんですよ。でも開けます。開けて、来ますね、これは。これはね、本当にね、もう一着買ってもいいぐらいですよ。一番 T シャツの中で高いんですけども、これいくらだったかな ?5000 何百円とかするんだよね。ね、5500円です、T シャツ。これはね、メンバーの、50代になったメンバーの顔写真がこうプリントされてるんですよ。これはメモリアルでしょう。ねえ。まさかね、楽器を持った4人がこんな間近に映って、また同じ曲を奏でるとはね、まさにパズルですよ。そして、バックプリントがすごい感動的。4つのスター、星を、うっすらとね、ここに、またメンバーがいるんですよ。ソファーに集まった例の写真です。うっすらと黒地に黒で。なんかね、かっこいい生き方ってあるもんですね。なんかやっぱりね、私的には成田昌司さんと高橋和也さんのこの二人がね、男組をどうするか決めてたと思うんですよ。で、高橋和也さんがチームを離れて、そして成田昌司さんがね、いろんな悔しい思いをして、もしかしたら高橋和也を恨んでいたのかなというふうな気もします。でも時間が経っていつもいつも意識するのは、切れた糸のまんまの男組、その4人はバラバラになってもやっぱ同じところに戻るっていうね、そんななんかストーリーだったのかなと。だからそこに成田昌司さんがパズルという曲を引っ提げて、それを高橋和也さんがね、俺たちを再び会わせてくれた、この曲をみんなに送りたいっていう、あのコンサートの言葉ね。いや、もうじんときましたね。なんかライブやコンサートで涙を流すなんて、多分ものすごい久しぶり。10代の頃に初めて見た憧れのコンサート、誰かはね、いろいろそれぞれパーソンズとかね、ラウドネスとかいろいろあると思いますけど、そこで感動したものとまた別のね、あ、まだ青春って続いてるかもしれないっていうのね。中には10代のお子さんをお持ちの方もいるでしょう。だからちょっとね、青春時代のやんちゃな気持ちを思い出したんじゃないですか。まあでも今はね、責任と義務に縛られた立派な大人ですよ。おとなしく穏やかに生きていくしかない。でも男組の曲を聴くときぐらいは、あの頃のね、ロックな気持ちで生きていてもいいんじゃないかなと思いながらのプレゼント紹介でした。もう私なんかがね、こんなね拙い紹介をして非常に申し訳ないんですけども、まあでも分かってください。僕だってね、男組のずっとファンなんですよ。あのクライムのファンなんだっていうセリフがね、ロックよ静かに流れよっていうところにありますけども、あの映画も今見たらね、別の感動がありますよ。ああこんな感じで燃えてたなみたいな。実際にああいう風にあそこまで突っ張れなかったけども、突っ張る気持ちはありましたよね。で、自分からトラブルを起こす気持ちはなかったんだけども、いつか軽いトラブルに巻き込まれてそこで力を発揮できたなみたいな、そんな気持ちはなかったですか。だからそれがわだかまったまんま30代の頃、会社とか社会でね、ちょっと若いもんに武勇伝聞かせるような、ちょっとね曲がった根性になったのかもしれませんけども、それもまあ青春の過ちですよ、はい、ということでね、今日は以上でございます。お得組グッズの紹介をさせてもらいました。私のおすすめは絶対買ってほしいのはこれです。これね、もう単なる T シャツの域を超えてアートですよ。まあ何にしてもね、本当お得組再始動してくださってありがとうございました。多くの方がこの男組1988にきっといろんな思いを込めたんですよね。本当 YouTube ってものがあって、お互いの活動が遠巻きに知ることができたら、 Instagram でコンサートの模様、成田昌司さんとかね、高橋和也さんとか、それから誰でしたっけ、岡本健一さん、岡本健一さんは息子さんも金八先生で出たりとかね、ジャニーズにいたりとか、前田光陽さんもしっかりとドラマの役をこなしたりとか、私たちの目の前からいなくなることはなかったような気がしますね。まあでも私はね、高橋和也さんが本当にいろんなドラマとか映画に出ていい役者さんになったなと思いましたよ。うん、南の島に雪が降るみたいなね、まあ高橋和也さんの金字塔だったんじゃないかなと思いますね。はい、まあ話すと長くなりますんで以上です。ありがとうございました。